はい、どうも、ハピネスタークのハピネスです。ウォーフレーム実況プレイやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回ですね、ちょっと回収したい武器あります。先日、ヘマの投資が1年半かけてようやく終わりましたっていう実況動画をね、出させていただいたんですけれども、今回もう完成しておりますので、とっくの塔にね、この動画ちょっと撮るの遅れちゃったんですが、まあようやくヘマをこの手元に持ってね、扱うことができると。これでプライマリ武器は現状配信されているのでコンプリートになりますね。また次のアップデートがすぐに来るはずなので、まあそれからね、またコンプリート目指したいと思いますが、じゃあちょっとヘマ回収したいと思います。ようやく嬉しい。よー、吸血ヒル使いましょう。今回の動画ではですね、ヘマに関してちょっとこういう武器なんだっていうのを見るのもあるんですけれども、俺はこういうビルド構成にするなーみたいな内容にも触れていきたいと思います。吸血ヒル、おー、この強制状態のバーストライフルなんだ。ほう、ヘルスを吸い取って弾薬へと変換し、ヘッドショットごとにヘルスを奪い取る。はっ、すごい。もともと感染ダメージがついてるんですね。すげえかっこいい。これ、大変だったな、本当に。あ、外装とかは特にないんだね。色変えると、おお、すごいですね。いい感じで映えますね。まあ、デフォルトでいきましょう。ちょっと曲線の内容とかも見ていきたいと思います。あんのかな、曲線。バザリンとかついてそう。あ、マデュライがついてるんだ。なるほど。カタリスト刺しましょう。おお、じゃあ、これ、曲線付与し、いいのついてるんで、これ、ダメージ伸ばしやすいですね。じゃあ基本的なモッドをまずつけてみましょうか。はい、まあ使い勝手がどんなもんになるのかわかんないんでね、ちょっと適当に基本的な感染と腐食を発生させるというちょっとやらしい構成にしてみたんですけど、どうなんだろうね。まあ感染特化にしてもいいしみたいな感じですよね。じゃあちょっと適当に趣味クラムなんか行って使ってみましょう。はい、まずはレベル50のアリットヘビーガンナーを気持ちいけるかなって思うんですけど、どうだろう。俺がやられそうだな逆に。これちょっと撃ってみましょう。おお、すげえ、バーストだ。おお、すげえ、よく効きますね。すげえすげえ。これあれだね、ありますよね、感染武器でね、バースト射撃できるやつね。それにちょっと似てますね。ただ弾薬数がそんなにないんですね。あ、自然に回復するのかこれ。おお、リロードの概念を知らない、まさか。え、何これ。あ、俺のヘルスを吸い取る、まさか。あ、ヘルス吸い取ってるよ、リロードで。危ねえな、この武器。すげえすげえ、リロードの風景が面白い。あはは、手首から血を吸わせてるよ。なるほど、使った分だけってこと。今6発使ったから、あ、でも4なんだ。なるほどね。おお、ちょっと画面も今ぼやけましたね、一瞬一瞬ね。へえ、面白いですね、こんな効果あるんだな。これ逆になんですけど、レベル100だとどうなるんだろう。いや、俺が危ねえな、これ。俺が逆に死にそうだ。ちょっとオペレーターでまず殺してからの、あ、結構効きますね、これ。これはこれでいいですね。まあ一旦オペレーターでノックダウンさせてから、え、この武器自体が強くないですか。非常に強いですね。まあちょっとリロードでヘルス吸い取られるのはあれだけど、だからネクロスとかの相性がいいかもしれないですね。ネクロスでその3番回しながら、ヘルスオーブをドロップさせて攻撃みたいなね、それがありかもしれない。いや、でもマグとのこの相性もいいですよね。へえ、まあリロードしなきゃいいんだもんな。へえ、なるほどね。おお、すごいですね。まあ言って俺はメイガスリペアがあるんでね、こうオペレーターのボイドモードになったらヘルスが回復するっていう行動があるので、それでもいいと思うんですけど、基本的なモッドつけて、で、敵の弱点攻めてるとはいえ、これ俺レベル最大にしてからどんなもんか、レベル100に通用するかやってみましょうとかって思ってたんですけど、その必要なかったな。普通に通用してましたね。いや、感染腐食がやらしすぎるんだよな、これ。なるほどね。じゃあ思ったよりかなり俺短い収録時間になっちゃったけれども、ヘマ自体はかなり強いんだということがよくわかりました。はい、そういうことでね、クリア済みが118に今なってるんですけど、ここのヘマが、最大ランクになったら、ここのクリア済みが119になるので、現在配信されているプライマリはまあコンプリートという感じになりますね。まあこれはね、生放送とかソーティーミッションを経ながら、ソーティーでもバンバン通用する武器だったんで、これヘマね。なのでまあそれを経ながらね、おのずとクリア済みはどんどん進捗が上がっていくと思うので、まだねやらなきゃいけないこといっぱいあるんですけれども、まあとりあえずプライマリは完了ということでね、今後配信されるアップデートの内容もきちんとやりながらね、どんどん進捗を進めていきたいと思います。はい、
というわけで今回はヘマゲットだぜっていうね話でした。また次回のね、実況動画もお楽しみを。ハビニュースダークのハビニュースでした。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画面白かったという方はぜひ評価ボタンや感想コメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録等も大歓迎ですのでぜひよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。バイバイ。